ちょっと動画の順番が前後してるんですけど、モリスポで4万円相当ぐらいの買い物してきたのでご紹介します。 YouTube の収益とかミニトトの当選金はね、ほとんどスパイクとかにぶち込んでます。普段動画見てくださってる方はわかると思うんですけど、レビラカップジャパン、こちら 30% 引きでね買いました。1回目のレビューと手入れ動画アップしてるので、そちらも見てみてください。こちらは DS ライト X フライ4です。5000円以上のお買い物で 15% 引きやったんで、1万6000円前後で購入してます。こちらも1回目のレビューと手入れ動画アップしてるので見てみてください。次がちょっと本題なんですけど、僕の周りの人とかコメントでもいただくんですけど、タビオとかアクティバイタルレビューしてくださいって言われてたんで、レビューしようと思ってるんですけど、どういうシーンをこのタビオでレビュー動画見たいか、ちょっとコメントでね教えてほしいと思います。まあ5本指でグリップが効くってことで、切り返しとかキックとかそういうシーンにはなってくると思いますけど、こういうシーンのタビオの感触聞いてみたいですってなったらコメントでね教えてください。アクティバイタルは5本指じゃなくて親指とそれ以外に分かれてます。タビオと同じくこちらも聞いてみたいことあったらコメントでお願いします。タビオのノンスリップバンドは使い方とかも単独で動画にしようかなとも思ってます。ミズノの P ドットクリームはモリスポで買ったんじゃないんですけど、同じ時期に購入したのでまとめて紹介しておきます。もう手入れ動画でも使ってるので、そちらも見てみてください。この買い物で500円券2枚使ってセールとさらに安く買えたんですけど、まだ500円券1枚あるので、今回のタビオみたいに2000円前後ぐらいでなんか試してほしいものがあったら、それもまたコメントで教えてください。タビオとねアクティバイタルの見てみたいシーンっていうのもお願いします。チャンネル登録コメントありがとうございます。